東郷久吉は日本の俳優である。本名、品川久吉。海外を柔道暗下した前歴から日本のサイレント映画の前世紀に現れたスポーツ俳優の一人として知られ、現代劇を中心に多く主演した。1898年3月26日、島根県に生まれる。日本映画俳優名館の昭和4年版を及び、 昭和5年版には島根県の一関村に生まれたと記述されている。長次で東京に移り、旧制、海上中学校に進学、同校を卒業後に大阪に移り、関西大学法学部に進学する。同学の柔道部の首相を務めて、活躍、同学卒業後は3年間にわたり南洋軍党やドイツフランス等、各国各地を柔道案やした。 1926年5月、牧野肖像に主演俳優として招かれて、京都に五室撮影所を持つ牧野プロダクションに入社、同年7月15日23日に公開された、万骨館前後編に主演して、二28歳で映画界にデビューした。スポーツ俳優第一号と呼ばれる、鈴木伝明、陸のスポーツ俳優こと、浅岡忍、海のスポーツ俳優こと、広瀬つねみ、 和製パールホワイトこと冒険女優、高島愛子、昭和の超人こと早ふ秀人、と、あるいは大久保賢治、大井正らと並び、牧野のスポーツ俳優として、同年8月13日に公開された、奮闘時、1928年7月20日に公開された、鉄血団等に主演し、人気を博した。牧野昭蔵が葬式、総監督に乗り出した、大作。 中根義烈実録、中心蔵あるいは、大化新生では、時代劇にも出演し、それぞれ、赤羽玄造茂方役、小瀬徳大臣役を演じている。1929年7月25日、牧野正造が亡くなり、同年9月に牧野正広を核とした、新体制が発表になると、東郷は、嵐、冠三郎、荒木忍、南光明、 ネギシトウイチロウ、谷崎十郎、坂東三江門、市川米十郎、市川畑や、実川ロガンダと共に、俳優部団優になを連ねとに、俳優部優にその後、身体成果の牧のプロダクションは、財政が悪化し、1931年8月、同社の解散と共に退社した。同社での最後の作品は、同年4月3日に公開された、主演作、親父天国であった。 同年8月1日から9日間、京都、南座で、清川一郎の欧米遠征を送別する、送別やわらけん大会が開かれ、同月3日から、牧野の東郷久吉君も審判官として参加すると、報道されている。同年9月、東亜キネマに入社、当時院にあった京都撮影所に所属し、同年10月8日に公開された、宝天城一番城に主演したが、 入社した9月のうちに、同社の制作代行会社、東勝映画社が設立され、東郷は、この新会社に継続的に入社した。1932年10月には、東勝映画社が解散。翌1933年1月には、同社の前社長、中山貞夫が設立した新会社、日本映画に移籍するが、同年3月には早くも、解散、同社が、 あまりにも短命に終わったため、東郷の出演作はなかった。東郷は、同年、東郷久吉プロダクションを設立、桃色ギャングを制作、主演した。1934年末、東京、西菅母の大都映画に、遺跡、数本に主演したが、満37歳になった1935年5月8日に、公開された、最後の勝利者を最後に、同社を退社し、 映画界から去った。牧野光雄によれば、戦時中は、中華民国河北省天津市にある酒場に、勤務していたというが、終戦後の消息は伝えられていない。没年不詳。人間、治療基地公開時のチラシ、東郷久吉の名が確認できる。図柄は、勝美洋太郎ら。クレジットはすべて、出演である。公開日の右側には役名、及び、 東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは平記した。すべてサイレント映画である。すべてサイレント映画である。すべてサイレント映画である。 ありがとうございます。